おはようございます。こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。なんか虫の知らせってあるよね。これは、ほとんどが、その悪い意味で、虫の知らせっていうのがあって、まあ、誰かが悪いことしたとか、まあ、事件事故を起こした。ので、なんかちょっと、まあ、それを知らずにね、なんか気分が悪いというかさ、なんか嫌な予感がする。で、後々友達とかね、聞いてみたら、その親戚の誰それが事件を起こしたとかっていうのもそうだし、まあ、そもそも論として誰かが亡くなったっていうか、なんかそういう余地じゃないけど、なんかね、そのパソコンがさ、すごくよく落ちてくるよね。落ちてくるっていうか、まあ、そのシャットダウンしちゃうよねとか、電波の入りがよくなくなるとかっていうのもそういうのもある意味虫の知らせというか、そういうのがありますよね。まあ、いい意味でもあると思うんだけどね。あると思うんだけど、それはちょっと思いつかない部分があるけど、まあそれは賭け事っていうかな、パチンコとかさ、まあ競馬とかさ、そういうので、なんか今日いいことあるかもって思ってやってみたら、なんだろう、競馬とかね、そっちの方では普段、まあ、本当にさ、人気のない、平均値より下の、さ、もう何十倍とかさ、何百倍の、かけられている馬さんってあるじゃん。馬だったりとか、まあ、ボートだったり、自転車だったり、とかあるけど、いつもなんか、後ろの方にいるよねっていうような人が、その日に限って、すごく調子、その日に限って言って、言い方悪いけど、その日はすごく調子が良くて、まあ、競馬だとしてね、その人と馬がすごく噛み合って、トップでゴールする。まあ、もしくは、その1位、2位、3位の、その中で、賞金が、こう、ジョッキーの人に、こう、入るような、順位に入るとか、なんかすごくいいことが起きる。で、そのかけた人も、何千倍、という金額じゃん。まあ、200円とか300円とかさ、かけてて、それが何千倍となると結構な金額でしょう、多分。だから、もう何十万の、一回で何十万とかさ、何百万とかさ、かけてもらって、かけて、ね、それが当たって、もらうときも手震えるだろうなと思うよ。まあ何百万円になると、多分その銀行で、に行って書いてくださいっていうふうになると思うんだけど、多分10万円ぐらいだったらその場で書いてくれるんじゃないかなと思うんだけど、多分ね、それやったことないんでわからないんだけど、ねえ、そういうことあるのかなと思う。まあ、悪い意味での虫の知らせは嫌だけどね。皆さんでもありますでしょうか。以上です。